リンゴルフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、はるかです。はい、カメラマンの山ちゃんです。千葉県のラビスタゴルフリゾート、インスタで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、ゴルフのプレーとかトークとかを楽しんでいただけたらなと思って始めてます。金土日の3本立てとなっておりますので、ぜひご視聴していただいて、リンゴルフミッションゲームといいまして、15マス、60ポイント以上で、天岐阜3000分をちょっとプレゼントしてますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、まあ、これから中盤ですね、4、5、6ホール目になるんですけど、はい、バー、はい、お酒作ってるんですか？お酒作ります。でもなんかそんなかっこよく、あの、いや、こういうんじゃないです、全然オーセンティックじゃないんで。お酒好きなんですか？お酒、どうだろう、飲めます、好き、うん、あ、強いんですか？でも一人じゃ絶対飲まないです。一人で飲むとなんか寂しくなっちゃうから。家で飲むとかは絶対ないです。あ、うん、誰かとどっかご飯食べた時に飲むぐらいかな、はいはい、まあ、会話の弾む、はい、あれってことで、うんうん、どういうお酒が好きなんですか？芋焼酎。それ最初笑うわ。芋焼酎が一番、あ、でも僕も昔好きでしたよ。美味しいですよね、うん、そうそう、芋焼酎か麦焼酎が好き、はいはい、焼酎。僕もね、お酒弱いんですけど、はい、どっちかって強いお酒が好きで、癖があるような。ああ、ウイスキーとか。そうです、うんうんうん、ワインとかウイスキーとか、日本酒とかも、うんうん、それこそ、学生の時は、うん、鬼殺しってわかります？あのパックに入ってる、コンビニとかにやってる。そう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 、ストローを刺してチューチューとね。そう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 。あれ飲んでたんですか、うん、学生で、うん、癖が強い。だってあれ安いじゃん。あ、そうだ、そうなんですか。へえ、そうなんだ。大関とかは飲んだことない。なんか大関とかはなんか競馬で負けちゃったおっちゃんが飲むイメージがあって、ワンカップとか。そう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 。こういう、そうそうそう。なんかあれまでいっちゃうとちょっと違うかなと思って、うん、なんかあの紙パックだから可愛いじゃないですか。確かに。そうそうそう。鬼殺しか。あれ日本酒ですよね。日本酒、うん、バーは、うん、あ、結構あれオープンにしてるここでやってるよみたいな。知ってます、知ってます。はい、バーは西麻布です。おーおーおー、本当にあの交差点ジュージューと有限亭の間のビルがあって、うん、そこでやってます。うーん、来てください。でも結構そしたらじゃあ、ね、うん、知ってる人は結構来てくださってるんじゃないですか。場所とかいいじゃないですか。どうだろう。でもあんまりあれか、うん、来てとはやってないもんね。そうですね、来てくれる人は来てくれるけど、そんななんかめちゃ来てみたいな感じじゃないから、うんうんうん、でも私は大体います、うん、いたらゴルフの話とかできるしね。そうですね、フォロワーさんとかもね、うん、あ、いつも見てますとかできるかもしれないからね。まあ、アクセスはいいと思うんで、うん、はい、じゃあこのホールはホール紹介してもらっちゃうと思います。はい、はい、284ヤードパー4、はい、右のバンカーが200で超えるニュートーかな。結構登ってますね、うん、なんかグリーンの左側もグラスバンカーがあって、右側はバンカーだったんで、ずっとちょっとフェアウェイキープで行けたらいいのかなと思います。確かに最後あそこ細そうだね、うん、最後がちょっと、うん、あと右はちょっと行ったらダメですね、これ、はい、左はなんか可能性ありそうだけど、あー、めっちゃ左行く、うん、降っちゃった、かわいそうに。今日の気温最高。そうですね、全然なんか風が強めでも寒くない、うんうんうん、めっちゃつま先下がりです、苦手。あ、8番アイアンです。はい、ありがとうございます。あー、豆、うわっ。なんか全部今日はあんな感じですね。でも傾斜で結構振り切りづらいは振り切りづらいからね。一番手上げたらよかったか、うん、エッジのちょい奥ぐらいに落とせたらいいかな。
やばい、帰ってきちゃったよ。やらかしてますね。52度にします。はい。うん、手前勝ち5打目です。はい、切れた。うん、ダボ。思わしくない。残念です。でも58度でちょっとミスっちゃったと52度とか、うん、はい、いいっすね。いいっすね。よくわかんなくなっちゃった。あの同じクラブでね、またミスると、そのなかなことない。ちゃんと考えてますねとかって言おうと思ったんですけど、すげえ上からだなと思って言葉がなくなっちゃって。いいっすね。レッスンって、はい、まあ、寺井さんだけなんですか、受けたの他にもあるんですか。いや、寺井さんだけです。あ、じゃあもう完全に寺井さんメソッドなんですね。そう、でも当時はその100を切るため の、うんうん、あのレッスンだったんで、うんうん、ラウンドとかもそのボギーペース、はいはいはい、そのボギーオンして2パットでもボギーで全部上がれば90で上がれるじゃないですか、はいはいはい、だからそういう教え、うん、そういう教わり方だった。怪我しないとかね。そうだからやっぱパーを取りに行くとかはやっぱ、ね、80代で回りたいと思ったらやっていかなきゃいけないから、うんうんうん、そこがやっぱちょっとまだ全然足りてないです。あ、うん、なるほど。確かに、まあ、そうだね、100切るのと次のやつはやっぱその教え方変わってくると思うから、うん、そう。いやでもさっきのそう、あの番手のあれとかも、うんうん、じゃそもそもはそのちゃんとこう落としどころ見てる、落としどころとクラブの選択がすごい合ってるなと思って。アプローチですか。うん、あ、アプローチね、一番ではピッチングでコロコロやるのが得意です。うん、わかる。58路とかミスが、そう、なんか高さが出て着地してちょっとたまに跳ねる時ありません、うん、58路って。そう、なんかみたいな、あれうまくいったんじゃなかったっけあれみたいなのがあって、僕もどっちかっていうと低めの方がそう好き。あ、これだ、池がいっぱいあるところ。あ、本当だ。あ、なんか名物っぽい感じですよね、うん、ラビスタっぽいですね。ラビスタっぽい、うん、ヤシの木が。寺井さんを習って何が一番あれですか、うん、その変わりました一番、まあ、全部だと思うんですけど、その道筋を作ってくださってるから、うん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 、どれが一番なんかこう100キリに近づいたというか。ティーショットはドライバーでなくてもいい。それね、100キリの人で絶対必要なやつだよね。 それね、例えば当時私スライスがすごくて、うんうんうん、で右ドックのコースでもう右がもう OB もう絶対ダメみたいなとこだと、うんうんうん、もうユーティリティとかで150ぐらい飛ばせばいいじゃんみたいな、うんうんうん、時はもうドライバー使わないで当時そうやってやってました。あ、なるほど。絶対スライスして右行くじゃんみたいなところは、うんうんうん、逆に左ドックだったらまあまあまあ別に行っても、ね、広いからみたいな感じだったけど、右絶対ダメの時はもうユーティリティとかでティーショットしてました当時、うん、使えるところは使って、うん、もう極端にもうほぼこのミス出るよと、うん、でほぼそこ行くよって時は、うん、そう、ね、そうです、そうです、もうちょっと使うんですけど、そこはフェアウェイウッドじゃなくて、うん、まあ本当に確実性のあるものまで落とすってこと。そうですね、なんか突き抜けたらもうダメだしみたいな時はもう、うんうん、もうだからこの絶対この範囲落とせるクラブでやるみたいな、うん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 、な7番アイアンでやったこともあったなとか。あるんですよ7番。ありますあります。そう、どこまで落とせるかかなっていう、そうところは確かにあると思って、うん、でかいんですねやっぱり、うん、そうっすよね。だって前4かちゃんと2打目で打てるかって全然違うし。僕も初めて100キリ切った時は、うんうん、ドライバーとフェアティーショットで使わなかったです。もう今日切るって言って行ったんです。特にね、男性はやっぱ距離が出るから、うん、ちょっとでも曲がるとやっぱ痛いですよね、うんうん、とりあえず切るとなんか自信になって、うん、なんかじゃあ次は全部なるべく全部ほぼドライバーで100切りたいなとか、うんうんうん、次の目標に変わるじゃないですか。確かに。なんかまず切るって結構大切かなと思って、うん、一回事実ができると。そう、はい、あとはアプローチ
もう今日ミスしてるけどミスしまくり。そうそうですね、ちょっと当てはめてもらって結局だから2打目であそこまで来てもアプローチミスるとああなっちゃうっていうことですよね、うん。まあ、ティーショットもちょっとミスだったからね。ああ、まあまあ確かにいきなり、うん、そうですね、噛み合えば絶対いいスコアにはなるなってのは、うん、十分わかるです、ね、噛み合えば噛み合えば本当に難しいよゴルフ。14番ホール326ヤードパー4です。はい、池が左全部池です。しかも左ドッグで池の向こうにグリーンがあります。あの前4ら辺に打てればいいですかね。うんうんうん。うわー、変な打ち方しちゃった。嘘でしょ。え、止まったっしょ。止まりましたかね。うん、だいぶコロコロしたけど多分大丈夫だと思うよ。なんかあの茶色いところまで行っちゃった、消えちゃったけど最後だか途中から。あんなボールだけど210ヤード飛んでた、うん、コロコロしてました、ね、コロコロしてました。なんか怖い、打ち終わった後わーっ。そうっすね、なんかいろ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 怖いですけどね。あの前のやつも結構これ跳ね返ってきたらどうしよう。倒れる時はこっち側に倒れてください、うん、避ける時今日着替え持ってきてないから大変ここに入っちゃったら。ちょっと107ヤードなんか上げてるし池越えなんでちょっと7番アイアンで打ちます。おー、うまっ。おナイスです。パオン、パオン、やったよかった、池に入らずそうっすね、これ本人が池入っても池ぽちゃですか自ら飛び込む、自ら池ぽちゃですねあのミッションゲームのためなら、はい、そうですね乗ってました、イエーイ結構長めだけど、うん、ロングパット。え、全然切れないパーも怪しくなってきたパーパットです。ういやったちょっと怪しかったけどおいとか言っちゃった、まあ、ナイスです、ありがとうございます。でもあのヤシがあると全然リゾート感が変わるですね、うん、ヤシと池があるだけでなんか、うん、そう、ここ急にすごいなんか南国、うん、ちょっと待ち時間でサムネ撮影です。サムネ撮影。ヤシを探します。映えポイント。ヤシ映ります。みんなに聞いてるんですけど、はい、あ、さっきアプリで撮ってたでしょ。アプリで撮ってました。何使ってるんですか。ビューティーカムのなんか iPhone っていうのがあって、それが好きです。うん、暗いところで撮っても割となんか明るく補正してくれる感じがいいですね。はい、じゃあちょっと次ショートで少し待つんで、はい、クラブ紹介。はい、最近変えたんです。あ、な、うん、なるほど。もともとテーラーのシムツで全部揃えてたんですけど、あ、確かヘッドカバーがもう、はい、そうですね、うん、今シムツ残ってるのはフェアウェイウッドとユーティリティだけで、うんうんうん、ドライバーは最近ほんとまだ多分1ヶ月も経ってないです。パラダイムにしましたシャフトは V2 です。おおほうほう生意気にリシャフトしてます4S ね、うん、アイアンはピンの I525 使ってます、うん、でこれもリシャフトして今日初打ちなんですけど、アッタスのアイアンに変えました。あ、60S か。はい、もともとなんだっけゼロス7使ってたんですけどちょっと重いかなと思って、なるほど、ね、変えて。そうなんです。ウェッジはミズノのザクラフト、硬派ですよね、かっこいいですよね。そう、これなんか選べるんです、うん、色が、うんうんうん、私黄色大好きだから黄色入れてもらった。そんな感じです。パターは、あ、パターもあれか、そう、今日最近ゲットした
コンペで勝ち取ったパターです。すごい。あの KBS さんのシャフトを入れていただいて、すごい、そう、めっちゃ可愛くないですか。え、これあ120だからスチールか。そうですそうです、34インチ。ヘッドはあのテーラーの、うん、もう大人気ね。なんだっけ、トラスです、うん、はい。あ、シールも剥がしてなかった。今日初めて使ってます。よかったね、黄色でね。うん、本当にもう絶対忘れないですよ、このパターだったら、うん、目立つから。この棒は、あ、これ練習のやつか。あ、そう、アライメントスティック。お、すごい、うん、これがないと、このこれがないとフェアウェイウッドのヘッドがそう傷ついちゃうから、これ大事です。え、使ってんすか、その棒。使ってますよ、練習の時。どうやってあの、こう置いて、うん、例えばこっちに振りたい時だったら棒をこっちに置いて、そっちにこう振る練習とかに使ってます。かっこよ。いくつだ、147。長い。難しいロケーションですね。うん、バンカーも効いてて。5番アイアンでいきます。ちょっと右目かな。あそこは OB ですかね。はるかさん、あれはそうっすね。どういうことですか、もう。これはどこ、あ、特設全身読んだでお願いします。読んだ、あ、書いたんだね。ひどい。チップインしてもボギーか。あ、ちょっと軽くなったからね。力んじゃった少し、うん、そうそう、優しいフォローしてくれて。いえいえ、そういうもんですよ。このパー3難しい、うん、手前バンカーだし、ちょっとやっぱ長いよね、うん、余裕がないよ。しっかりプレイング4って書いてあります。アビライトに。おお、結構左行く、うんうん、あらららら。ちょっと走りすぎちゃった。うん、まあでもまずまずじゃないですか。え、違う。まず、うん、もうちょっと右に打てばよかったなと思って。あ、5打目です。OK です。はい、ありがとうございます。トリです。悔しい。ダブルバーです。6点。よし、あと2ホール、あと3です。3か、バーディー取りたい。確かに。ロングがあと1個あるはずだから、ロングでちょっとバーディー取りたいな。おうおう。